マイ体を起こし、受話器を取る。あ、もしもし、セーラ？お母さん生きてんだ。お母さん生きてんのか。お母さんだった。実は私にとっては義理の母親なんだけど。あ、お母さん、どうしたの？学校が終わって帰ってくる頃だろうと思って電話したけど、正解だったわね。どうしたの？あのね、私ちょっと昨日から熱っぽくって、今、鳴宮病院にいるんだけど、まだ夕飯の準備をしてないの。悪いけど、何か適当に済ませてもらえる？冷蔵庫の中に卵が入ってれば卵丼作れます。嵐にも伝えて。ごめんね、帰りは夜になるかも。あ、気にしないで、うん。嵐はまだ帰ってきてないよ。多分、学校帰りにお墓参りに行ってるんだと思う。うん、行ってます。そう。じゃあ、電話か何かで伝えてあげてね。でも、携帯あんのか、この時代。わかった。それじゃあね。私は電話を切るともう一度ソファーに横になり、目をつむった。どうしようかな。何か作るの面倒だし、コンビニで何か買ってこようかな。お小遣いはあるんだ。あ、そうだ。その前に、嵐に連絡しておこう。ついでに買ってきてもらえばよくない？コンビニかなんかでね。お母さん、鳴宮病院だって、私迎えに行ってくるよ。迎えに行くんだ。これでよし。偉いね、あなたも。私は嵐に連絡をするとコンビニに向かった。わざわざ迎えに行くんだね。夕日が綺麗だな。うん。私はただ慣れた道をぼーっと歩いていた。ふーん。何にしようかな。嵐の分も、父さんの分もでしょ。いろいろと思考を巡らせていると、目先に人が現れた。見えた。人影が見えた。あれ？あらま？つかさん！セーラ先輩、まだ帰ってなかったんですか？僕はこれから帰るところですよ。あ、そうっすか。ううん。すぐ帰ったよ。でも、お母さんが風邪で病院にいるみたいだから。夕飯作る人がいなくて、何かコンビニでご飯買おうと思ってたところ。なんか冷蔵庫見てからとりあえず買いに行けばいいのに。あらら、お母さん心配ですね。病院まで迎えに行ってあげないんですか？迎えに行くってさっき電話で言ってたけど。ああ、確かにそうだね。え、迎えに行くってあなた言ってたじゃんさっき。僕も一緒に行きましょうか。セーラ先輩のお母さんですし。いや、いい子マジで。あ、本当？わかった。じゃあ一緒に行こう。ありがとね。嵐だってもう立派な中学生なんだし、私たちは夕飯よりもやはりお母さんのことを心配して鳴宮病院に向かうことにした。お母さんが心配してたんですよ、晩飯を。その晩飯用意してから行こうや。でないとお母さんの心配結局解消できてないじゃん。歩いて10分ほどで鳴宮病院にたどり着いた。広いな。僕この病院初めて来ました。本当、あんま良くないと思うよ。良くない噂いっぱい書いてあると思うよ、レビュー口コミとかで。私もそんなに来ないかな。確かに広いよね。あのエジプトにでも来たんか。お母さんどこでしょうね。ごめん、つかさ、その前に私ちょっとトイレ行ってきていい？うん、どうぞどうぞ。いいですよ、行ってらっしゃい。ごめん、すぐ戻るから待ってて。別々になっちゃうのか、大丈夫かな。セーラ先輩、病院では走らないように。ぶつかったら危ないしね。もう姿見えないし、まったくあの人は足速いんだな。まあいいや、ここで少し待っていよ。うん、動かないでいてくれよ。あれ、おかしいな。迷ってる。前病院に来た時はこの辺りにあったと思ってこっちに来たんだけど。トイレを探し広い廊下をうろうろとする。早く戻らないと、司が待ってるし。大丈夫かな、セーラちゃん大丈夫かな。トイレちゃーん。トイレちゃーん。
そんなこと一人で言いながらトイレ入ってきてんの？怖すぎでしょ。私はさっさとトイレを済ませ、塚さんの元へ戻ろうとした。はぁ、すっきりした。個室にいる人さ、ビビってるよ、変なやつ入ってきた。が、次の瞬間。個室から出て、鏡を見て驚愕する。ああ、前髪乱れてる。ありえない。直す。ブラシ。乱れてないよ、何も変わってないよ。制服のポケットに両手を突っ込めブラシを探す。あれ、ブラシどこやったっけ？ポッケにない。あ、司くんのこと好きなんだろうな、やっぱ。トイレが急に真っ暗になった。びっくりした。あの子来ないよね。何、停電？ブラシいる？とか言ってさ。ちょっと本当に何も見えないんだけど。手で壁を伝えながら少しずつ足を進め、出口のある方向へ向かう。あ、ドアノブあった、よかった。本当にドアノブですか？ドアノブに手をかけ、扉を開けようとした。あれ開かない。ガタガタと音を立ててドアを開けようとするが、まるで鍵がかかっているかのようにドアは開こうとしない。何か、別のドアと間違えたかな？個室かもよ、奥に誰かいるかもよ。ポケットからスマホを取り出し、ライトでドアを照らす。あの木の板出てこないだろうな。ぼんやりなんか見える、うん、やっぱりここ出入り口だよね。おかしいな。出入り口だ。病院で停電、怖。やっぱり開かない。なんで？少し怖くなり、司に電話をかける。いやそうだよね、電波来てないよね。上がらないの？今異世界来てんじゃないの？すみません、誰かいませんか？入ってます。ここ多分鍵がかかっちゃって外に出られないので、助けてください。あの子来ちゃうんじゃないの？なんで誰もいないの？私もしかして閉じ込められた？大丈夫かな。もう一度電話をかけようとする。どうしよう。ものすごい勢いでタックルするしかない。もう本当にすごい勢いつけて。呆然と立ち尽くす。しばらく待ってたら、きっと誰か来るよね。多分このパターン誰も来ないね。そう信じ、私はただその場で待つことしかできなかった。フェードアウトしてった。大丈夫かな。これ、司くんもなんかやられるんじゃないの？え？何？